はい、どうも赤星せよ赤星マシマシです、始まりました、今回めんどころマゼルさんです。マゼルさんですね、神田佐久間町とか出てますか、秋葉原ですね、はい秋葉原駅のとこ行くんですね、入り口がこのね、雑居ビルの中にある、まあここ何度もね行ってるんだけど見逃しちゃってたというね、なるほどね、あります、はい、で2011年にオープンしてですね、まあ、今年、まあ、10周年ということですね。なのに、僕は初めての訪問なんですね。そうなんですね。一回も、まあ、プライベートでも行ったことがなかった。じゃあ本当に雑居ビルだと思ってたんですね。いや、あそこのね、あの、ヨドバシ。看板はありますよね、確かに。看板出てるっちゃ出てる。というわけでね、メニューが、まあ、混ぜそばしかない。で、醤油か塩かだけなんですね。まあ、その他、肉増しをするか、大盛りにするのか特盛りにするのかだけです、はい、で私が選んだのはですね、今回あの初なんですが、塩にしまして肉混ぜそばの特盛りです、どんなのがくると思いますか。混ぜそばですかね。あ、正解です。混ぜそばかなこれ。混ぜそばなんですけどね。混ぜそばかな。一応、一番最大級のやつだから頼んだことないですね。めちゃくちゃラーメンだな。ラーメンに見ますか。混ぜそばなんです。スープがないと成立しない。ね、確かにレンゲが乗ってないですからね、チーズはありかなしかだけ、選びまして、チーズ以外が全部マシマシが、なるほど、できます。味濃いものいったら2倍にしてくれるかもしれない。どうだろうそこはね。で豚増しをするとですね、4豚入ります。豚の単位は豚だったんですね。4豚ですね。はい。そしてですね、こちら、あの、混ぜそばの専門店としての、もうパイオニアだと思うんですね、僕。混ぜさん。そう。なので、パイオニアをインスパイアした店舗が結構多いです。パイパイ、パイパイ。パイは多いですね。はい。ということで、この豚ちゃんからいきます。はし豚ですね。油いものっかってね。これがね、タレと油がにじみ出てくるんですね。マゼルさんのもう武器と言ってもいいでしょう、まずはこの豚ね、で油の魅力多いじゃないですか、プルプルだね、プルプル、コラーゲン多め、たまりません、これ、あ、もういきなり、ね、胡椒かけていきますね、いやダイレクト豚、これも美味しかったな、でプルプルとつぶつぶのあの胡椒の弾け具合がですね、とっても楽しかったです、へい、そして卵黄、よいしょ、で今回麺と混ぜません、もう上の方のこの油と食べるんですね、あ、なるほど、はい、これがね美味しいんですよ、これ。なんだこれ、まあ、ね、書いて残ってる卵黄油野菜じゃないですかだったんだ、ねえ、まずね、油がね、タレかかってる時点で塩油なんですよ、そこに卵黄が乗ってるんでね、猛烈です。なるほど、当たろう、ね、古い僕も生まれてない、ね、そして卓上開始を調べてきます、今回ね、変形がないから、変変変変変、蓋をこうちょっと乗っけてね、変だよあんた、やりようがないんで、もう試しました、じゃあもうやんなくていいのさ、3.6 です、いいのよ、いや、ですか、変変変変ですかね、やっぱ試したかったんで、これね、油でね、ちょっとね、正確なショップレート出なかったんですけど、じゃあやんな、ねえ、だからもう感覚で言うと、3.6 なのかな、でね、塩味を選んでるんで、ちょっと汁の中にね、その返しが行き過ぎないぐらいでかけました。なるほどね。まだこれだから下まで行ってないです。やらなきゃいいのに。いやいやいや、もうそれはやっぱりね、試して試して、なるほどね、シャキ野菜とね、返しの相性、めちゃくちゃ良かったです、これ。なるほど。はい。で、野菜と一緒に最初に返しをかけていいでしょう。やっとこさ。さあ、麺が出てきましたよ。ね、並200、第300、特盛りの 400g でございますが、ちょっとここで、ストップです。と見てください、チーズです、ここで、ああこれチーズか、はい、ね、あの麺、そして野菜、あ、野菜の下かな、2個入れてくれるんでね、いい感じで溶けたところで混ぜると僕はおすすめなんじゃないかなと。もんじゃらみたいですね、もんじゃら、初期は進化しなかったけど後で進化するからね、平打ちストレート麺で、パキポキなところが非常にいい、ね、すんごいパキポキ、麺の表面ツルツルじゃないんでね、わしわし感が強いというのもいいですね、だからこれ醤油もね、このバキボキで食べてもやっぱ絶対美味しいだろうな、いきなり塩選んでるっていうのがちょっとレギュラーですけども、ね、で、滑らかさも加わる、でもちろん混ぜそばなんで、ごちゃ混ぜ感っていうのがまた楽しいですね、なるほど、
はい、うん、ぜひ混ぜて。スープはい塩のちょっと乳化してるのかな。スープ、ま、ギリ汁なしではないということでね、混ぜそばということで、混ぜ、うん、セーフセーフセーフ、スープだ、さっぱりとしますよということで、ね、うん、さっぱりしてるけど、うん、塩気の強さは申し分ない、うんうん、濃いめの塩味と言って、いいでしょう。なるほど。はい、でレンゲが欲しくなるほどね、ねごくごく飲みたいんですけど、うん、飲みすぎるとやっぱりね、うん、普通のラーメンより汁は少ないので、うん、混ぜる部分なくなるのでご注意。はい、そしてニンニクですね、うん、今回上からバシャバシャできなかったんですけど混ぜるぐらいにしましたが、やっぱね、ここでニンニクを入れない人がいたんですよ、近くに。え、何って言ったらいいですかちょっとごめんなさい、そんな風になっちゃったけど、ね、やっちまったか、ちょっとなっちゃったけど、はい、入れてバカクサマンとして秋葉原歩いてください。バカクサマン、はい、その方が絶対かっこいいですから。あ、かっこいいんか。摂取して歩いてください。あ、でもバカクサマンの自覚はあったんですね。よかったよかった。はい、はい歩きましたんで僕はそのあとね、で、黒胡椒、まあ、序盤に入れてもあの野菜と合うのですごくいいし、うん、まるでね、うん、タンメン食べてるような感覚でしたよ、やっぱ、はあはあ、塩と野菜と、ね、あ、なるほどね、そうそう。ただ僕は一つね、うん、ちょっと疑問に思ってることがあって、疑問、はい、関西地方の人ってタンメンをあんま知らない人がいるらしいんですよ。あ、どうでした広島側、まあ、あんまないっすね。あ、そういうもん、うん、あ、そうなんだ。担々麺は知ってる、はい、でも担麺って何みたいな、うん、確かに。だから次長課長さんの食わす担麺はねえって言われるまで 90.116、 あ、ちゃんとね、順序は守る、順序よくいきますね、はい、食わす担麺はねえって、担麺が分かんなかったみたいな。あ、でも確かにあんま分かんないかったかも。あ、確かに。マジで、うん、後楽園とかこっち日高屋がずっと担麺出してるからもう、まあ、それがないもんね、後楽園とか。あ、マジで、うん、やっぱそうなのかな。ないない。だ、ちょっとそれね、見てる方にこの担麺の例えが、うん、ちょっと通じるのかどうか聞きたいな、うん、もし関西で見てる方いたら、ね、だから関東は担麺みたいでした。なるほど、うん、はい。他なんていうの、塩、野菜ラーメン、もう塩、うん、塩、塩です。特に背脂も入ってるんで、うん、ただのタンメンじゃねえぞというのは、なるほど、ご記憶いただきたい。ということで今回マゼルさん、はい、やっと食べることを言い出したんで、うん、醤油もね絶対食べに行きます。そうですね、ごちそうさま。Thank you.